この先の気温注目して見ていきたいと思います。16時から時間を進めていきましょう。このように西東日本の太平洋側では10度を超えているようなところもありましたが、だんだん夜になってくると、気温が下がっていく様子が分かります。北日本のエリアでは濃い青色の氷点下となるようなところもありそうです。ということでそんな寒い夜に食べたくなるのがおでんですよね。ではここからおでん指数見ていきましょう。やはり北のエリアや日本海側のエリアでは赤色のおでん日和となるところが多くなりそうです。まあ、その他にもピンク色のとっても食べたくなるというところも多くなっています。一部太平洋側ではこのようにそろそろというところもありそうです。ということで、今日も夜は肌寒く寒くなっていきますので、おでんなどで暖かくしてお過ごしください。